渡辺美里愛、乃木坂46卒業後初の舞台でヒロイン、梅坊、1 3 t h r e w o r k 風風桶12月上演元乃木坂46、渡辺美里愛が、12月17日、金曜日より上演されるダンスエンターテインメント集団、梅坊最新作、梅坊、1 3 t h r e w o r k 風風桶にヒロイン役で出演する、劇場での主催公演を中心に、 嵐や AKB48 等のアーティストライブ、今日から俺は、や、NHK 紅白歌合戦等のテレビメディア、宝塚歌劇団や2.5次元舞台等での振り付け、演出でも活躍するダンスエンターテインメント集団、梅坊本公演は、2016年に吉祥寺シアターで上演した第5回公演、風邪桶の再演となる。ヒロインは、 2021年8月31日に、乃木坂46を卒業後、初舞台となる渡辺。その他、第6回公演、GLOVR e 以来2度目の出演となる松浦司。グランドミュージカルからストレートプレイまで、数多くの作品で活躍するマリエ、バレエあるあるが話題で。 YUTUDE の総再生回数1億回を突破した異色のバレリーナ芸人、松浦恵子。過去の梅坊公演で何度も公演を見せている YOU。昭安寺ゆつくひこひこ、シンガー、コレオグラファーとしても活躍中の長谷川隆史嵐などのメジャーアーティストの振付師としても活躍する EAT。 数々のダンスコンテストを制した実力派ダンサー、N.A. ケヘル・アイ・フィネール・ L.O.C.K. ダンサー、H.I.R. ケヘル、B.O.O.G.I.E. と個性豊かな実力派ゲストが出演。梅棒の梅沢雄介、鶴野貴一、遠山昌司塩野拓也、天野和照、野田裕樹田和田忍役の7人を加えた全18人、様変わりしたキャスト陣で新たな、風桶に挑戦する、公演は、 本盲劇場を皮切りに東京、大阪、愛知の3都市をめぐる。